こんにちは。神戸着物着付け教室あまいろのひとみです。今日は自己紹介をさせていただきます。辰巳ひとみです。42歳です。私は神戸市に住んでいます。男の子1人、女の子2人、3児のお母さんをしています。プライベートではサーフィンが大好きです。水泳も好きです。物心がついた時から水泳を習い始めて、学生時代はずっとアーティスティックスイミングをしていました。全国大会にも出るぐらいずっとずっと一生懸命スポーツをしていたので、頭の構造は体育会系なんです。あとアロマテラピーが大好きで、日々の生活の中でもいろんな精油を使って楽しんでいます。着物とアロマテラピーちょっと似てると思うんですよね。着物を着始めた時に、今日はこの着物を着ていっても大丈夫かなとか、今の季節この着物とこの帯の組み合わせはいいのかなって、聞ける存在っていうのが身近にいなくって、着物が日常だった頃はお母さんとかおばあちゃんに聞けばよかったと思うんですけど、私には残念ながらすぐに聞けるっていう人がいなかったので、なんかね、今日は着物で行きたいけど諦めるみたいなこともあったんですよね。で、そういうのってもったいないじゃないですか。で、もし今着物を着て出かけたいなっていう人に何でも聞いてもらえる存在というか、身近なちょっとだけ着物の先輩としてお伝えできることがあるんじゃないかなと思って、毎日ブログを書いたりしています。で、実際にお伝えしたい、みんなで楽しみたいっていうことで着物の着付け講師になりました。あまいろでは自分で着る着物、そして着せてあげる着物、それからプロに着せてもらう着物、この3つのサービスを提供しています。自分で着たいなと思った時に、私なんかほぼ毎日着物を着るんですけど、簡単じゃないと着られないですよね。で、気持ちよくって簡単ですぐにこうパパッと着られる着付けっていうのをお伝えしたいなって思っています。で、2つ目、着せてあげる着物ですが、子供が3人おりますので、七五三とか夏祭り一緒に着物を楽しみたいなというところで、着せてあげるっていうのもお伝えしたいって思っています。で、着れるから着せてあげられるんじゃなくて、ちょっとねコツとかポイントで、着せて着せる側にも着る側にも知っておいた方がいいことみたいなのもあるので、自分の体験を踏まえて、お伝えしたいなって思っています。最後にプロの着付け、ここぞという着物はぜひプロに依頼してみるっていう手もあると思います。成人式やあとセレモニー、あのパーティーに着物で行こうって思った時に、あまいろではこの着物を着ていきたいよとか、この着物どうかなっていう段階から相談を受けたまわっております。ただただその日に着せてもらうだけではなくて、相談からできる着物を自信を持って着ていけるっていうところまでサポートできる、そんな着付けを目指しています。最後に、40歳になってなんか T シャツで出かけるのに、なんかね、おいおいっていう場面とかもやっぱり出てきちゃうんですよね。そんな時にこうたくさん着ていくものの選択肢の中に着物があったら、心も体も整うし、背筋がシャーンとしてね、自分に自信が持てるって思うんです。着物ってね、本当にすごい、毎日着ててもすごいなって思うことがある着物なので、皆さんに本当にちょっとね、着物いいなとか着物着てみたいなっていう人と一緒に楽しめる着付け教室の運営をしていきたいと思います。
初めての自己紹介でしたが、まだまだ YouTube でも日々のこと、それから着物のことお届けしてまいります。以上、私の自己紹介でした。着物を着てみたいあなたにお会いできる日を楽しみにしています。それではまた。